深山放題生息園庭部あと由良要塞は、大日本帝国陸軍の要塞の一つ。大阪湾防衛の目的で、紀伊半島と淡路島の間の北還海峡周辺に作られた。当初の由良要塞は、大きく三つの地区に分けられる。1903年5月、鳴門要塞が編入され、鳴門地区が加わり四地区となる。 正関山第一砲台屋と淡路島の由らを中心に、要塞司令部が置かれ、正関三砲台、青山砲台、高崎砲台、赤松山砲類、茨山歩類、正関山砲類からなり、要塞の心臓部を成した。由らに置かれた由ら要塞重砲兵連隊が運用。由ら要塞は、終戦時には、第二総軍第十五方面軍直轄部隊であった。島軍島のうち、 沖ノ島と隣の虎島からなり、友ヶ島第一第五砲台と虎島保留が置かれ、由良地区と共に、要塞の主力を成した。運用部隊は当初、和歌山側の新山重砲兵連隊に所属したが、昭和16年に、淡路島側の由良要塞重砲兵連隊に、編入された。深山砲台や紀伊半島の風町を中心に、北部の深山第一、第二砲台、 男両国砲台、城ヶ崎丹小灯台、大川山、堀井、高森山堀井、南部の八巻山に配置された片田台、題、桜崎砲台、東部の佐世川堀井、西野小堀井からなる。由良地区を運用する由良要塞重砲兵連隊とは、別に、深山村に第四四四段霊下の新山重砲兵連隊が置かれ、和歌山側の各砲台を運用。同連隊は、 第四師団が出生後は中央直轄とされ、終戦時には大本営中部軍管区直轄部隊であった。この地区の保留は沿岸砲台軍を内陸側からの陸上攻撃から防護する目的で設置された。また、直接の要塞設備ではないが、この地区への補給はカダケーベン鉄道が担っていた。ナルト海峡に置かれたナルト要塞が編入され、 ナルト地区が加わる。は、第二次世界大戦では、航空機が主力となり、活躍の機会は、全くなく、終戦と同時に米軍により撤去された。現在は、遺構の大部分が失われてしまったが、一部が残るほか、法も展示されている。兵庫の遺跡、由良要塞、漢方第4595号、明治31年10月22日。 漢方第3013号、1922年8月16日。漢方第4054号、大正15年3月3日。AB、漢方第3306号、大正12年8月7日。ありがとうございます。